岡部さん、これ全国に公開されますからね、あなたたちのこの不当業務。どういうことでしょうか。どういうことか知らないけど、うん、僕はあの法に基づいて来てますからね、ちゃんと、うん、児童虐待法第4条知らないですか。そういったお話をさせていただけるわけではなくて、お母さんとそういったお話をしてるんです。させていただきたいと申し上げているんですけど、いや、僕はそういったお話をしてるんです。ご理解いただけませんでしょうか。法に基づいて来てるんです。はい、私たちとしてはお母さんとお話をさせていただきたいという、いや、僕がいる権利があるんです。はい、ただ私たちとしてはお話をさせていただきたいということで。それは分かったよ。何度言ってんの。分かったよ。それはご理解いただけないのであればお引き取りいただきたいと思います。なぜですか、それは。私たちがお願いしてお呼び立てしているわけでございません。付き添いは、付き添いができないなんていう決まりはないんですよ。法律はないんですよ。私たちとして必要なのはお母さんとお話し合いとなっております。だから話せばいいじゃないですか。僕はただの付き添いで話を聞いてますから。はい、それがご主張だってことは分かったんですけれども、私たちとしてさせていただいて。分かったんだったら行きましょうよ、早く。ご主張、時間がもったいないから。時間がもったいないから。それがもしダメだって言うんだったら、その根拠、法的根拠を書面にして出してください。提訴するんで。その必要があるんでしょうか。提訴するから。不当業務だからですよ、やってることが。やっていただくことを私たちからやめてくださいとは申し上げられないので。だから出してください、書面を。なので、今日の付き添いがダメな理由を書いた書面を出してください。今日の趣旨としてはお母様とお話をさせていただきたいというところですので。だからそこに僕は付き添いで来てるんですが、それがもしできないということであれば、うん、今日はお引き取りください。だできない理由を書いた、法的根拠を書いた、ね、書面を出してください。ないんだったら同席しますから。そういうふうなご希望であることは承りましたけれども、うん、ただ今私たちがさせていただきたいのはお母さんとお話し合いですので。それは分かってますよ。応援いただきたいんです。だから同席します、僕は。それが無理だって言うんだったら書面で出して。書面で出してください。だからその必要があります。だから提訴するから。提訴していただくのは自分、不当業務なんで、うん、書面がないと提訴できないんですよ。そうですか、うん、出してください、その理由をね。法的根拠を書いた書面を今、それをもらったら僕帰ります。今日の目的としては、こちらにお越しくださいと申し上げた目的としては、お母様とお話をさせていただくというところなんですよ。いや、知ってますって。それ聞いてます、全部、はいはい、そこで毎回変なこと言われるから、僕が付き添いで来てほしいってことで来てるんです、なので、それの趣旨をご理解いただけないのであれば、ごめんなさい、今日は一人で。趣旨を理解してます。はい、僕はその個人の案件に関しては、別に聞くだけです、とりあえず。聞いてみて、おかしい、法令違反、不当業務があるんだったら、僕はそこに突っ込みます。それだけです。それはお母さんからお話伺っていただいて、そういった手続き取っていただければと思うんですけど。それを聞いてみないと分かんないから来てるんです。今、私たちがご説明を差し上げたいのはお母さんなんですよ。知ってます。だからやってください。それ聞いてるんで。それをお母さんとさせてください。どうぞ。だから、うん、僕はだから付き添いなんです。こちらでお待ちください。いや、付き添いで聞きます。同席します。じゃないとわからないから。うん、であればお引き取りください。お引き取りしてほしいんだったら、書面で出してください。お引き取りいただけませんでしょうか。だからもう何回言わせんの、この人は。大丈夫ですか岡部さん、うん、川越実務の岡部さん、書面で持ってきてよ。じゃあ付き添いがダメだっていう法的根拠を書いた書面持ってきてくださいよ。そしたら僕帰りますよ。ないんだったら同席します。権利がありますから。逃げないでくださいね。逃げたら僕は徹底的に詰めますからね。どういった詰めるとはどういった。いや、逃げるってことはやましいことがあるから逃げるんでしょ。詰めるとはどういった。
対でしょう。問い詰めます。法的根拠はありますよね。その行政がね、行政がね、こう言われた時に市民に出すのは当たり前の。教えていただいていいですか。だから当たり前でしょ、それは。行政の業務として。教えてください、何条ですかね。行政の業務として当たり前でしょ。いや、その必要がないというような判断がありますので、誰ですか。それを判断しているのは誰ですか。児童相談所として判断させていただきます。の誰ですか。誰ということでなくて、児童相談所として判断していただきますので、誰ですか。お引き取りください。名前を聞いてます。お引き取りください。いや、でもそれしか言えないんかい。はい。もう、アホ丸出しやん。あなた一体何のためにこの仕事してるの？ねえ、児童相談所って子供のためにあるんじゃないの？お引き取りください。ねえ、そうやって子供のさ人権侵害してさ、ね、自分の立場守るためにさ、何にも思わないんですか？僕はその子供がね人権侵害されて苦しんでるから、その子供を助けるために来てるんですよ。ね、そんな大好きなお母さんと引き離されてね、会わしてもくれない、ね、何ヶ月も引き離されてどれだけ苦しいか分かりますか。子供が、子供帰りたいって言ってんだったら返してあげればいいじゃないですか。なんで返さないんですか。そういったお話についてお母さんとさせていただきます。そういった話を僕はしに来てるんですよ。引き取りください。だから皆さんそれを話してるんですよ今、それしか言えないんですか、岡部さんは。はい、なるほど、分かりました。はい。はい、いや、本当にこういう人がね、もう地層にいることが残念です。日本全国の人がそう思うと思います。そちらの方はどう思いますか。いや、ちょっとお伝えはできませんので、これ以上お話はできませんので、ノーコメント？お引き取りください。お名前は坪井と申します。坪井さんはノーコメントですか、はい、引き取りください。何も思わない。思わないですか、個人としてお考えをお伝えする必要はないと思いますので。いや、なぜですか。僕聞いてるんですけど、お母さんとお話し合いをさせていただきたいので、ないと思ってるんで伝えませんって言ってるので。いや、だから2対1じゃんね、平等じゃないじゃん。そういったお話ではなくて、今日をこちらにお越しいただく要件としてそういうようなことをお話しして、お母さん、じゃあ返してくれますか。その話をしたいんですが、こういった状況の中では難しいので、できないようであればお引き取りくださいというふうな説明をさせてお話させていただいていると思うんです。難しい理由がないでしょ。だってそれは知ってるんだから。全部そうやって逃げないでくださいよ。逃げてます、逃げてます。いや、逃げてるじゃん。なんで、何がいけないの。付き添いで、僕は他の児相にも付き添いで行ってますから。他の児相とこの児相はまた判断基準が違う。いや、その判断基準が違う根拠はない。根拠は何ですか。説明する必要もないと思います。法的根拠は何ですか。法的根拠は何ですか。やばくないですか。取った取った、やばくないですか。議員さんは平気ですよね。お母さんどうか。そういうね、施設とか機関を見てる、管理してる側なんで、議員さんはお母さんとお話をします。今日の目的としてはお母さんとお話をさせて、だからそれを 見ます、監査します。議員さんがそんなことやってないか、でそれをさせないって言うんだったら、ね、もうそれ不当を認めてるってことですよ。お引き取りください。いいですか。お引き取りください、都合が悪いことはそういうふうに言ってるわけですよね。お引き取りください。いいですか。都合さんもいいですか。それね、お引き取りください。お待たせ、ちょっとお会いになってお待ちくださいですか。についてはご連絡いただいてますので、その辺は了解していただいてよろしいでしょうか。返していただけるなら私の、それは条件ということではなくて、こういった場で
録音録画というのは5月